はい、どうものりです。今日はね、愛媛県はふわりの道の駅にね、遊びに来させてもらってます。はい、こちらグロム125、ホンダのバイクになりますね。これすごいですよね。僕初めて見ました。こう顔面がすげー、フォークがね、倒立フォークっていうのがすごいですよね。グロム125、オフロード車にも見える、なんでしょうね、モタードになるんでしょうかね。すごい。はい、こちらのね、グロム125、もともとはね、イエロー、黄色だったそうなんですけど、オーナー様がね、YouTube で勉強してラップ塗装にね、直塗装されたということで、なかなか手が込んでますよね。フロントフェンダーもね、ラップ塗装されて、めっちゃめちゃ綺麗です。あ、そうね。倒立フォークはすごいですよね、この。はい、グロムね、足回り、これはキャストホイールっていうんですかね、アルミホイールでしょうかね。ホンダのマークがありますね、ここに。キャリパーが赤に塗装されていいですね。ワンポイント素敵。はい、リアの方もね、キャリパーが赤に塗装されて、ホイールのね、周りを緑のファイヤーパターンが走っててかっこいいですね。おしゃれ。マフラーの方がね、オーバー製のね、オーバーレーシングのチタンマフラーが取り付けられてますね。この辺の焼き色がたまりませんね、これ。出口もね、めちゃめちゃ綺麗な焼き色ですね。なんかソロキャンとかできそうですよね。こう荷物が多くね、台が取り付けられて、これくらいのね、大きさの単車でね、ソロキャンしたら楽しそうですね。ちょっとね、オーナーさんにエンジンかけていただきましょうかね。よろしくお願いします。はい、グロム125、チタンのオーバー製マフラーのマフラー音になりますね。こちらのグロムね、キャブレターじゃなくてインジェクター仕様になってまして、初めて僕撮影するんじゃないですかね、インジェクターのバイクっていうのは。はい、グロムのメーターになりますね。デジタルですよ、すごいですね。すごいな、このヘッドライト周りがもう何とも言えませんね、これ。はい、今回はね、グロム125紹介させていただきました。ありがとうございます。